東日本大震災で大きな被害を受けたわけなんですけれども、直接的に大きな被害を受けた一次産業の方に比較的スポットを当たりますが、私たちの商品、お店にこう商品が並ぶにあたってですね、実はさまざまな方々が手を加えていただいてまして、生産者の方々、そして加工業者の方々、でまたそこから商品を実際お店に運んでくださるこの流通の方々、こういった方々が皆さんこう一つ大きくまとまってですね、復興していかないと、地域の復興というのは本当にできない、食の復興はできないというふうに考えまして、それで今回私たちの、元宮城生協が中心になりまして、活動している三省提携推進協議会という産直の集まりがあるんですけども、そこの団体が、このネットワーク立ち上げることを提案しまして、でそれをですね、もう2年前になりますか、2年前の7月に、結成総会立ち上げまして、私たちのネットワークを作ったというふうになっております。大体今私たちのネットワークの商品と今掲げているのは200品目あります。もちろんその200の中にはこちらにあります通り、それぞれストーリーを持った商品もありますが、宮城の工場で加工された商品でありますとか、宮城の原料を使って作られた商品でありますが、そういったものも一つまとめてですね、大きな括りで食の宮城復興ネットワークのおすすめする商品としまして、今200品目、数えています。具体的にこういった商品で関わられる、つながってくる方もいらっしゃれば、私も振る舞い企画といいました、被災地をこう励ます、それぞれの団体が持っているノウハウであるとか、商品とか技術、あといろんな提供方法ですね、商品の。そういったものを使ったの、そういったものを、宮城生協の店舗という一つの場所を使ってですね、地域の方々にこう元気出していただくためにこう振る舞うという企画をやってまして、その企画を通じてですね、このネットワークの方にご参加いただいているという団体もあります。改めて振り返ってみますと、地震の前から宮城県の一次産業でありますが、そういったところっていうのは、いろんな問題を抱えていまして、それがこの震災によって非常にあらわになって、そして具体的には高齢化の問題であるとか過疎化の問題、こういったものを一気に加速化してきたというところが今見えてきています。このですね、復旧復興を乗り越えた先には、そういった宮城の地域の振興といいますか、地域活性化といいますか、そういったことについてもっと深く関わっていかなきゃいけないかなというふうなことを今考えています。被災地の復旧復興に頑張る方々と一緒に作りました食の宮城復興ネットワークからさまざまな商品が生まれてきています。ぜひこちらの方を積極的にご利用いただきまして、宮城で頑張る皆さんをこう応援していただきたいと思います。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。